すごく雰囲気がいい場所だね。知る人ぞ知る最高の街なのよ。こんなところに別荘持ってるなんてすごいな。それほどでもないって。さあ行くわよ、楽しい旅行にしなくちゃね。コン・トラベラー、ミステリー案内人です。今日は現世に旅行だ、イエーイ。コクちゃん、遊びに行くんじゃありませんよ、調査です、調査。現世の旅行先に悪質な幽霊が出るって話だろ。案内人さんだけで十分足りる気がするけどな。まあまあ、これも新人の研修の一つです。張り切っていきましょう。皆さんも今日のお話へどうぞ。私の名前はユリ。今日から3日間、独身最後の旅行を楽しむ予定だ。一緒に来たのはメイコとナナ。私のためにとこの旅行を計画し、プレゼントしてくれた大学からの親友たちだ。メイコ、本当にありがとう。別荘にまで泊まらせてもらえるとは思ってもなかった。水臭いわね、私たちの中でしょ。ユリが結婚して奥様になっちゃったら、今までみたいに集まれなくなるだろうし。こんな時くらいカッコつけさせてよ。メイコはいつもしっかりしててかっこいいよ。もうメイコのことばっかり褒めて。私だって頑張ってるんだよ。今日も食事作りはこのナナちゃんが担当するんだから。もちろんナナのこともすごいなって思ってるよ。ナナの作るご飯大好き、楽しみだな。むしろ私は何もできなくて申し訳ないくらい。長所も特にないからね。はいはい、ユリの自虐はいいから、もうすぐ別荘に着くわよ。私たちは普段通りワイワイおしゃべりしながら目的地へと向かった。すごい、外観から素敵だったけど中もこんなに広くて綺麗なのね。自慢の別荘へようこそ。と言っても私のおじいちゃんが購入したものだから少し古いけど。そんなことないよ、周りにほとんど建物もないから気兼ねなく騒げるね。騒ぐって、私たちもういい年齢なのに。3人しかいないんだから年齢なんてどうでもいいんだよ、楽しめるのが一番。あははは、ナナの言う通りだ。ねえメイコ、この辺をもう少し散策したいんだけど、何か面白い場所はあるかな。ええ、あるわよ。すぐ近くにお城の跡地があるの。外壁なんかが残ってて、なかなか趣深い。うわぁ、いいね、行ってみよう。私たちは荷物を整理し、また出かけることになった。素敵な観光スポットに行けると喜んでいたこの時の私は、能天気だったと思う。この旅行で起こる惨劇のことなんて、まだ何も知らなかったから。わぁ、お城の跡地ってこんな感じなんだ。メイコの案内で、早速城跡にやってきた私たち。民家などが見下ろせるほど高い位置にある場所だったけれど、景色がいいとはとても言えなかった。崩れかかった外壁がなんだか痛々しい。ここ、どんなお城が建っていたんだろう。結構立派なお城だったらしいよ。なんとかっていう合戦で落とされるまでは、この辺りで一番のお城って評判だったみたいだから。ああ、戦いがあったのか。だからこんなに崩れて。作られたのも相当昔だろうし、跡地が残ってるだけですごいんじゃないかな。私、周りをぐるっと一周してくるね。止める暇もなく行っちゃった。ナナってこういう場所好きなのかな。聞いたことないけど、あの子変なもの好きだから興味が湧いたんじゃない。私たちはゆっくり見ていきましょうか。だね。しばらくメイコと二人で歩いていると、どこからかナナの叫び声が聞こえてきた。ユリ、メイコ、こっち来て、すぐに。尋常じゃない様子に驚いた私たちは走って声のする方に向かった。そこではナナがしゃがみ込んでおり、地面をじっと見つめている。ねえ、これ。どうしたの？ナナが指さす方を見ると、そこには地面についた無数の手形。なぜかそこだけぬかるんでいて、手形と何かが這ったような跡が残っている。何これ？よくわかんないけど不気味だね。手形、小さい気がする。子供がふざけてつけたのかな。ああ、きっとそうよ。違う！ナナ？私、さっきもここを通った。
その時は確かに地面にはこんな跡はなかったんだよ。少し目を離した隙にぬかるんで手形がついて、なんか気持ち悪いよ。ナナが怯えながらそう言うと、メイコは顔をしかめた。まさか。でも迷信でしょ。何か知ってるの？ただの作り話だと思ってたんだけど、ここで話すのは気分悪いから少し離れようか。私たちは城跡のすぐ近くにあった公園のベンチに移動し、そこで話をすることにした。ナナ、落ち着いた？うん。メイコ、何を知っているの？実はあのお城、いわくつきなの。いわく？人柱って知ってる？うん。今ではとても考えられないけど、昔はよくあったんだよね。川の氾濫を防ぐためとか、水不足を解消するためとか、そんな目的で、生贄となる人間を用意して捧げるんでしょ？そうそう。あのお城を建てる時にも人柱を用意したんですって。より強いお城にするためとか、土地神を鎮めるためとか、目的がいろいろあったんでしょう。とにかく、選ばれたのは、おつるっていうまだ幼い女の子。その子をね、城の壁に練り込んだらしいの。え？しかも、生きたまま。どれほど怖かったことか。メイコはこの話を、別荘を購入したおじいちゃんから聞かされていたらしい。実際、おつるに関する文献もこの町の資料館に残っているのだとか。さっき見た手形は、そのおつるちゃんの？無念のあまり、幽霊になっちゃったのかな。でも、そうだとしても、なんで足跡じゃなくて手形なんだろう。話すのも嫌なんだけどさ。おつるは当然、人柱になるのが嫌で抵抗した。だから、足の剣を切られて歩けなくされたんだって。痛みのあまり動けなくなって、おつるはそのまま大人に抑え込まれて。霊になっても歩けないおつるは、這うようにしてあの城跡を動き回ってるんじゃないかな。メイコの言葉に、背筋がゾッとした。さっき見た無数の手形。そのそばには、確かに何かが這ったような跡もあった。辻褄が合ってしまう。怖いね。実は私、ホラー系の話がかなり苦手だ。ギリギリ耐えているけれど、一人だったら泣いていたかも。さらに続きがあって。ふむふむ。ああ！誰？全然気づかなかった。ごめんなさい。近くでこっそり話を聞いていたんだけど、もっと詳しく聞きたくなった妹が出て行っちゃって。驚かせるつもりはなかったんだよ。全力謝罪。突然現れた4人の子供。彼らはショコラちゃん、ビター君、カカオ君、ガーナちゃんという4人兄弟らしい。子供ってこういう話好きだよね。興味を抱くのも理解はできる。メイコは少し困っていたけれど、早く続きをとせかされて改めて話し始めた。でね、おつるはそういう経緯で命を落としたから強い恨みを抱えているらしいの。今でもその恨みは晴れず、時々人間を呪ってしまうんだって。あの手形を見てしまった私たちの誰かが呪われてもおかしくない。そんな。実はさっき私たちもあの城跡にいたの。手形も見た。すっごかったよね。怖かった。なんだか無機質な感じの手形だったね。危機快快。大丈夫だよ。ただの噂だって。呪いなんてこの世にないよ。私はわざと明るく振る舞い、この話を終えようとした。何か他の話題を考えなきゃ。あなたたちはこの近所の子なの？違うよ。見知らぬ土地で生活するっていう課題を出されて、今日は野宿なの。え？課題？家庭の方針で。両親は私たちに、どんな困難でも立ち向かえる子になってほしいみたいで。厳しいご家庭なのかな？野宿って本気？子供だけで？そうだよ。この町は確かに穏やかで、危険は少なそうに思える。だけど、あの手形のこともあって、どうしてもこの子たちを放っておくことができなかった。ねえ、メイコ。もしよければ、4人を別荘に泊めてあげられないかな？そんなの申し訳ないわよ。遠慮しておくわ。はぁ、あ、大人としてそういうわけにもいかないでしょ。いいわよ。みんな来なさい。大したおもてなしはできないけど。感謝感激。あ
ありがとう、メイコ。こうして私たちの旅行に可愛らしい子供が4人追加されることとなった。正直なところ、少人数より頼もしいというか、賑やかで怖くないというか、とにかくほっとした。じゃあ、そろそろ帰る？怖い話聞いたから、日が暮れる前に安全な場所に行っておきたいよ。大賛成！ええ。じゃあ、みんなで帰…メイコ？どうしたの？今、足を掴まれた。はあ？誰もそんなことしていないわよ。でも、もしかして、おつる？嘘でしょ？私たちは絶句してしまい、それ以上何も言えなかった。子供たちの方が平気そうだったほど。なんだか楽しそうなことになってきたね。どう考えても厄介じゃないの。ショコラちゃんたちもついてきて、こっち。ええ、すぐに行くわ。ふぅ、美味しかったね。お口に合ったみたいでよかったよ。ナナ、料理上手。そんな言われたら嬉しいな。ごめんなさい、私たちの分まで。3人の楽しい旅行中に割り込んじゃっただけでよくないのに。いいのよ。実はこの旅行、ユリのためのものでね。そのユリがあなたたちを誘おうと決めたんだから、文句はないの。メイコはショコラちゃんたちに、もうすぐ私が結婚することを伝えていた。おめでとうと言われ、幸せな気分だ。でもまさか、ユリが一番乗りとはな。しっかり者でキャリアウーマンのメイコや、気配り上手で優しいナナが絶対先だと思ってたんだけどね。私はただ運が良かったみたい。そんなこと言って、旦那になる人は超エリートじゃない。おお、玉残しってやつ？将来安泰。どうなんだろう。謙遜しすぎは嫌味になるのよ。うわ、なんだか怒られそうな気配。お風呂を先に入ってきまーす。逃げた。笑い合っているみんなの輪を抜け、私は浴室へ向かった。ショコラちゃんたちのおかげでやっぱり賑やかだ。楽しいな。そんなのんきなことを考えながら、私は浴室の扉を開けた。だけど、目の前が真っ赤だった。浴室も浴槽の中も真っ赤。血？お風呂掃除をしたのは私。ピカピカにしたはずなのに、どうしてこんなことに。いやー、どうしたの？お風呂が。大丈夫？わけわかんない。なんで血が？私はメイコとナナに励まされながら、なんとか元気に振る舞おうとした。だけど、意志に反して体が震えるものだから、どうにもならない。おつるの呪い。やめてよ。あれ？子供たちは？姉さん、これはひどいね。ええ。どういうことなんだろう。理解不能。まだここにいたの？こんな気味悪いところ行っちゃダメだよ。今日はお風呂我慢しよう。さ、戻るよ。これ、ココアを入れたからよかったら飲んで。わあ、ありがとう。大人なのに情けないな。ごめんね。恐怖心に大人も子供も関係ないよ。完全同意。あれ？他の二人は？多分ベランダのどこかでタバコ吸ってるんじゃないかな。私以外喫煙者だから。おお、それはちょうどいい。え？二人の分もココアも入れたから。リラックスタイムにはちょうどいいってこと。持って行って渡してくる。ビター、行くわよ。こってん承知。ショコラちゃんとビター君はココアを持って部屋を出て行った。私はそばにいてくれたカカオ君とガーナちゃんと楽しい話をするうちに、落ち着きを取り戻すことができたんだ。おそらくこっち。物音を立てないで。気配消去。あの顔受けたなぁ。本気で怖がってたわね。ユリってさ、ほんとムカつく。一番要領悪いくせに、得するのはいつもあの子。結婚相手もさ、大学時代に私たちが憧れてた先輩じゃん。いつの間に接触してたんだか。ちゃっかりしてるもんね。そういうとこずっと嫌いだった。でも旅行で嫌がらせするなんてやりすぎだったかな。ノリノリだったくせに何言ってんの？
地面の手形を用意したの最高だったわよ。小さな手、あれどうしたの？この辺には人柱を鶴の話があるってあらかじめ聞いてたからさ、いい感じのサイズの人形の腕だけ持ってきて、それでつけまくった。怖かったでしょ？結構ゾッとした。メイコも足つかまれたとか言っちゃって、演技派女優だよね。我ながら感心するわよ。転んだ振りもうまかったでしょ。ユリ顔真っ青にしてたし、子供たちまで怖がらせるかなと少し罪悪感はあったけど。へえ、浴室に血のりぶちまけたくせに。あっちの方が教育に悪いって。そうだけど、ま、すぐ忘れるでしょ、子供なんだから。もっとじわじわユリのこと怖がらせて、最終的に呪われたのはユリってところまで持っていきましょうね。うん。あ、ていうかこれまでもいろいろ嫌がらせしてたのに、私たちのこと親友だと思ってるのすごいよね。鈍感なのよ。それか私たちのことを見下してるから、まさか自分がバカにされてるなんて思ってもいないか。どっちみち大嫌い。結婚したら余計に調子に乗りそうよね。ねえ、今後疎遠になる準備バッチリ。私も呪われたと思い込んで一生不幸になればいいんだわ。あれ、ココア渡せなかった？ええ、どこにいるか見つけられなくて残念無念。そっか、体が冷えてないといいんだけど。その後ショコラちゃんたちは一度寝室に行くと言って4人ともいなくなった。その後すぐにナナとメイコがやってきて、私たちは3人で明日の予定を話し合った。本当は帰りたいところだけど、せっかくだもんね。おつるの霊がいるかもしれないなんてこと、もう忘れちゃおう。というわけなの。なるほど、一連の怪奇現象はやっぱりあの二人の仕業だったのか。友達なのにひどすぎるよ。どんな事情があってもやりすぎだわ。それにユリはいい人に見える。逆恨みされているだけでしょ。人間不信。本当だよね。ま、これでガッテンが言ったよ。浴室のあれ、思いっきり血のりだったからおかしいと思ってたし、僕たちがすぐ気づくレベルのお粗末なものだったね。殺し屋だから気づけただけで、一般人はパッと見ただけじゃわからないわよ。どうする？ユリさんに本当のこと伝える？それは悲鳴。行ってみよう。どうしたの？こっちに来ちゃダメ。え？恨めしい、恨めしい。そんな、まさか。どういう仕掛けなの？嘘つきばかり。あの日も私は夫とお母に騙された。お祭りがあるよって連れて行かれたのに、みんなにひどい目に遭わされて、足を切られて歩けなくなった。嫌だって言ったのに壁に埋められた。嘘つきは嫌いだ。ナナ、あれあんたなの？違う、私何も知らないよ。メイコでもないの？違うわよ。何言ってんの二人とも。おつるの霊、それは突然私たちの前に現れた。じっとりと睨みつける顔は幼くて可愛らしいはずなのに、とても怖かった。ちょっと待って、あれ本物の霊ってこと？びっくり仰天。そんなことってあるんだ。のんきに話してる場合？嘘つき嫌い、人を騙してひどい、嫌い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 だ。どうすることもできなかった。次の瞬間にはおつるはメイコとナナに飛びかかって、いやー、何これ。話してよ。話さない。嘘つきは死ぬべきなの。一緒に壁に埋められよ。とっても怖いんだから。やった。ユリ、私たちの目の前で二人は壁の中に消えていった。メイコ、ナナ、これは大変なことになったね。警察。あの後すぐに通報し、大勢の警察官がやってきた。詳しく話したけど当然信じてくれず、私は薬物検査までされる始末。
だけど、ショコラちゃんたちも全く同じ証言をしたことで、ひとまずは解放された。霊ではなく、何者かに誘拐されたということで捜査されるらしい。私は、失意の中で帰ることに。メイコ、ナナ。本当のことを話さなくていいの？あのおつるの霊は、結果的にユリを救ってくれたんじゃない？世の中には知らない方がいいこともあるんじゃないかしら。ユリの場合、親友二人に裏切られたなんて気づきもしないまま、行方不明になったことを悲しんでる方が幸せかも。残酷真実。確かにそうかもね。おつるがユリを救ったことは、せめて私たちだけでも知っておきましょう。帰りにあの城跡に、花とお菓子を備えに行くわよ。ああ、いい考えだ。ユリさん、幸せになってくれるといいな。おつるもいつか成仏できる日が来ますように。嘘つきはダメ。恨めしや。恨めしや。オラオラオラーのオレー！ぷよぷよのぷよではなくて？そしてものすごい威力。そういえば、アルカラムの皆さんも幽霊に遭遇して困っていたようでしたね。後で様子を見に行きましょう。それでは、マイマイチーン。あれからもう数ヶ月も経っちゃったのね。捜査はどうなってるの？別荘を取り壊してまで調べたけど、どの壁の中にも二人はいなかったって。おつるの霊の話は信じてもらえないままだし、お手上げだよ。きっともう二人は殺されていると思う。忘れて前を向いて生きる方がいいよ。デリカシーなさすぎるけど賛成かな。心機一転。周りからもそう言われてるの。あの二人もいつまでも私が暗い顔していたら叱ってくるかもね。うん、元気出す。ありがとう、励ましてくれて。ほら、やっぱり真実を知らないままでよかった。彼女は親友たちとの楽しい思い出だけを胸に生きていくわよ。なんだかすっきりしない事件だったな。みんなはどう思った？コメント欄で教えてね。